また30戦団は太平洋戦争後期の1944年10月にマニラから高尾へ航海した日本の護送戦団の一つである。護衛部隊機関の春風にちなんで春風戦団とも呼ばれる。連合軍フィリピン反抗開始に伴う空襲から逃れるためマニラを脱出しようとしたが多数のアメリカ海軍の潜水艦に捕捉されて3回輸送戦数の3、4を失った。 避難民や約1800人もの捕虜など多数の非戦闘員が死亡した。なお、護衛部隊の反撃で潜水艦一隻を撃沈している。1944年10月中旬、フィリピンへの反抗作戦を開始したアメリカ軍は20日のレーテ登陸に向けた事前攻撃として第38任務部隊により南西諸島から台湾や香港、 ルソン島までの一体を激しく空襲した。反撃する日本軍基地航空部隊との間で台湾沖航空戦が発生17日にはスルアン島にアメリカ軍上陸と事態は急速に展開した。18日から19日にはルソン島北部からマニラ湾にかけて第38任務部隊の空襲があり日本の感染被害が続出した。この間、 第38任務部隊の襲来を知った日本海軍はフィリピン周辺の船舶を疎開させようとしていた。当時のマニラには増援部隊を輸送してきた後のカラニの船団やボルネオ島などから日本本土へ資源を運ぶ途中の船団など多数の輸送船が溜まっていた。第38任務部隊は19日の空襲を最後に 冷手島上陸事件のため去りつつあったのであるが、そのことを知らない。日本側は、マニラ周辺の雑多な船舶12隻を集めると、駆逐艦春風式の下で、高尾へと緊急避難するよう命じた。この時期の日本軍は、マニラ発、高尾行きの船団を、また船団と総称しており、春風率いる船団はこの年に出港する30番目の、また船団という意味で、 また30戦断と命名された。対するアメリカ海軍は、第38任務部隊を行動させていただけでなく、日本艦隊が反撃に出動したり、増援部隊を運ぶ輸送戦団が現れる事態を想定し、多数の潜水艦をフィリピン方面に出撃させていた。さらに、撃墜された自軍航空機からの脱出パイロットを救助するよう命じられた潜水艦もいた。 これら文後水道から南シナ海まで婦人したアメリカ潜水艦の総数は45隻に上り、海戦以来で最も濃密な配備状況だった。また30船団はこの障害網の中に飛び込むことになってしまった。10月20日23時40分頃、編成を終えたまた30船団はマニラを出港した。加入輸送船は12隻で1 8船団や、 ミマ11戦団で、ボルネオ島ミリから来た、資源満載の船や、部隊輸送の会議の空船、海軍運送船などが入り混じっていた。内貨客船国流丸は、遭難船員など民間人多数を乗せ、2アンペア型戦時標準貨物船、アリアマ丸は、捕虜1781人を乗せた、いわゆるヘルシップであった。5隻の護衛部隊も寄せ集めで、駆逐艦春風、暮れは、 海上護衛艦隊の第1海上護衛隊所属だったが、駆逐艦けは連合艦隊の第31戦隊所属、第25億戦艇は第31特別根拠地帯所属とバラバラだった。なお、護衛艦に数えられている倉崎の実態は貨物船海層の旧カテ艦で逆に輸送船に数えられている秋見丸は陸軍船舶兵運用の法廷である。 倉崎の貨物船、をはまる時代の写真。船団は輸送船を三列渋滞にし、周囲に春風を先頭として、護衛艦を配置した体系を組み、8ノットの低速で航行した。しかし、23日朝から吹き出した強風の影響もあって、有山丸など隊列から落語する船が出た。23日正午頃、船団最優秀船で、元特設水上規模艦である。 特設運送船君側丸が戦謀鏡らしきものを発見して他の加入船に警戒を呼びかけた。ウルフパック戦術を取っていたアメリカ海軍は、ソーフィッシュの艦長のアラン・バニスター中佐率いる第17.15任務軍やシャークの艦長、エドワード・ブレイクリー中佐の指揮するグループなど7隻の潜水艦をルソン海峡西方に配置していた。15時38分、 ソーフィッシュが船団を発見し、他の6隻の潜水艦に通報。7隻のうち、ソーフィッシュを含む6隻の潜水艦軍は船団を発見し、無線電話で連絡を取り合うと連携して攻撃を開始した。潜水艦シャークの浸水式。また30船団を攻撃したが行方不明となった。23日17時28分頃。 北緯18度58分、統計118度31分、北緯18.967度統計118.517度、18.967 11、18. 118.517の、ルソン島、ボヘアドール岬西北西沖で、ソーフィッシュは、巨雷4本を発射。うち1本内視4本が、暇の実を積んで、戦団最高尾を航行中の君川丸の、左限後部に命中して沈没した。 二十四日一時、ボヘアドール三崎北西沖で、国流丸の右辺2番戦争、機関室に魚雷二本が命中し、国流丸は一時半にスクリューをゆっくりと回しながら横転し、戦手から沈没した。三時十五分、スヌークは七千五百トン級、タンカーこと二十八船団から編入されたタンカーで、陸軍輸送船のキク菊水丸と七千五百トン級輸送船、 に対して、魚雷を3本ずつ、計6本発射。菊水丸の選手及び艦室に、魚雷3本が命中し炎上したと沈没した。6時5分、北緯19度58分統計118度33分、北緯19.967度統計118.550度、19.967、118.550の、ルソン島、マイライラ岬北西沖で、 アイスフィッシュが来撃を行い、ミマ11戦団から編入された第一次大戦の A、E 型戦時標準貨物戦艇アシタマルの左舷2番戦争に、魚雷2本が命中。爆発により、天アシタマルは、船橋直前部で戦隊が分断され、2分で沈没。7時58分、ドラムは、ルソン島、ボヘアドール三北西3 3トル地点付近で、 魚雷4本を発射。ミマ11戦団から編入された、貨物船シギヤマ丸の3番戦争、機関室、4番戦争に1本ずつ命中し、1分30秒で沈没した。10時55分、シードラゴンはこの時点で戦団の1番戦となっていた、海軍徴用船で1バイト型戦時標準貨物船の大天丸へ向け魚雷を4本発射。大天丸は、 舞台輸送の会議の空船であったため船体が浮かび上がってもノっとしか出せなかったが、最初の魚雷2本はなんとか回避。しかし、1本が右元機関室後部に命中。大天丸は12時頃に船尾を下にして沈没した。12時25分、北緯19度32分統計118度37分、北緯19.533度統計118.617度。 19.533118.617のルソン島、ボヘアドール岬西北西 260km 地点付近で、ミマ11戦団から編入された陸軍輸送船第1マ守丸がライン撃を受けて沈没し、遭難者の約半数が海軍徴用船で火却船の A 口丸に救助された。A 口丸は停戦して第1マモリマルの遭難者を救助しており、 そのデッキは救助した遭難者で混雑していた。護衛艦は A 口丸の周囲を警戒していたが、その隙をついて C ドラゴンが14時4分に魚雷を発射。魚雷は A 口丸の左舷船首に命中し、A 口丸はすぐに船体前半部を海中に沈め、23時50分に沈没。A 口丸に救助された第一守丸の遭難者の相当数が戦死した。 17時半、ルソン島、ボヘアドール岬北西沖で、アリアママルの右辺3番戦争に2本、戦備に1本が命中。戦体は、戦備の飛来部分で分断されて、19時40分に沈没した。戦後、シードラゴンの雷撃で、黒竜丸が撃沈されたと認定されているが、シードラゴンは、その時間には何だ戦闘行為を行っていない。 ほぼ同じ時刻に7500トン級輸送船に魚雷を2本命中させたスヌークこそが黒龍丸を撃沈した真の潜水艦の可能性もある。また、スヌークが第一、守り丸、有山丸を撃沈したと認定されているが、スヌークは5時頃の4度目の攻撃以降はアクションを起こしておらず、他に攻撃を行った5隻も両線の開い時刻に戦闘行動を行っておらず、 どちらもシャークの来撃による戦火と思われる。日本側護衛部隊も必死に応戦し、爆雷を投下した。23日夜には大型飛行艇が、24日には駆逐艦津賀が護衛強化及び敵潜水艦制圧のために現場へ派遣された。乱戦状態の中、春風は24日に2回にわたって爆雷17発ずつを投下し、17時44分に、 不確実ながら敵潜水艦撃沈を記録しているところ、アメリカの潜水艦シャークが両艦と交信して、潜弾攻撃に移った後に行方不明となっていることから、おそらく春風によって撃沈されたものと考えられている。輸送船のほとんどを撃沈されたまた30潜弾は小型船3隻だけとなって10月26日に高尾へと到着した。また三十潜弾の脱出業は、 結果として大失敗に終わった。撃沈された船舶は加入船の3、4に当たる9隻、生き残ったのは小型船3隻だけだった。乗船者に非戦闘員を含む多数の死者が生じ、特に有山丸に乗っていた捕虜の内日本側に救助されたのはわずか4人であった。なお別に捕虜5人がボートで漂流して、 中国保船に救助され、アメリカ第14空軍の基地に送り届けられた。日本人遭難者の一部も、国マ丸の救命ボートで漂流しており、10月30日に、南、沖島にたどり着いて、日本軍守備隊に救助された。この1944年10月、アメリカ潜水艦の活動は最高潮となり、アメリカ潜水艦が攻撃した日本商船の数は230隻。 うち撃沈したのは68.5隻と太平洋、戦争中で最多を記録した。1ヶ月で約32万9000相当撃沈という数字は、第2位となる同年5月の約26万5000、トンを大きく引き離している。アメリカ戦略爆撃調査団のレポートによれば、空襲などによる損失も合わせると10月の、 日本商船沈没は500相当以上の船だけで134隻に上り、これも同年2月の115隻と並んで最大級であった。なお、本船団で連合国軍捕虜多数が死亡したことについては終戦後に戦争犯罪として日本側の管理責任が問われることとなった。駆逐艦竹の戦闘当時の艦長らが 救助活動を怠った容疑で取り調べを受けるなどした。竹水雷長として取り調べを受けた滋が隊員の階層によれば、有山丸は捕虜乗船式別の緑十字を明瞭に認識できる状態でアメリカの潜水艦に撃沈されており、竹関係者は訴追されることなく釈放された。他方、日本軍の捕虜待遇などについて研究しているパウ、研究会の三輪の有事によれば、 当時の戦時国際法上、病院船と異なって、捕虜輸送船を示す標識の規則は存在しなかったと思われ、日本軍の捕虜輸送船にも何ら標識は掲示されていなかった。乗船捕虜の遺族の調査によれば、有山丸にも特別の標識はされていなかった。沈没艦船については、艦船名を太字としている。特設水上規模艦時代の君川丸。 国流丸と並んで、また三十戦乱の最優秀戦だったが、真っ先に撃沈されてしまった。一番近いシードラゴンでも第一、守り丸の開い時刻とは10分ほどずれがあり、夕方頃には何ら戦闘行動をとっていない。ありがとうございます。